午後正午の日本ゲーム情報、さあやってきました。カーバルスペースプログラム2ということで、今日ね、今さっきリリースされたばかりです。セッティングは日本語ってあるのかな。あ、日本語もありますね。日本語にして、グラフィックはね、解像度せっかくなんで 4K でやりましょう。じゃあこれでね、設定完了ということで、前作のカーバルスペースプログラム1、同じくね、サンドボックス機能に基づいて構築されているんですけども、新しい推進方法、例えばね、オリオンドライブとか、新しい地表、軌道、惑星のコロニーを構築するための居住モジュール、マルチプレイヤーモード、星間旅行とかもね、追加されているってことで、実はね、午後正午カーバルスペースプログラム1やったことがなくって、初めてこのカーバルスペースプログラムプレイするってことなんですけども、やっていきましょう。じゃあまずシングルプレイヤーでスペース G ということで、期間の名称はね、午後エモンロケットにしたらちょっと怒られちゃいそうなんで、午後のロケットでいきましょうか。Since the dawn of Kerbalkind, we have looked to the sky and wondered what sublime mysteries lie hidden in the darkness, like jewels never beheld. These untold treasures may soon reveal themselves due to the efforts of recently founded Kerbal Space. Oh my! I think that might have been the only copy of the orientation film. Hold on! Slides, somewhere!Welcome to your first day running the Kerbal Space Program. This campus hosts the greatest ever gathering of astronomers, astronauts, and engineers. After years of focused effort, this collection of geniuses has created several very impressive buildings. We believe we have all the necessary pieces to take our first steps off the ground. The best way to advance our technologies further is to get up there and learn by doing.All we need now is somebody to show us how to put all these parts together. Well, we also need somebody to help us out with the flying. We need a lot of help, actually. That's why you're here. My name is Paige, by the way. If you need any hints, feel free to visit me over at the training center. Everything in there is well padded, so it's a great place to get up and running. Welcome aboard! ここが、これ動かせるのかな?おお、めっちゃ綺麗だな。ここには滑走路があって、そしてここがね、発射場ですね。お、ロケット組み立てと、スペース X に対抗してね、スペース G も打ち上げてやりますよ。組み立て棟行きましょうか。組み立て棟へ。じゃあ、めちゃくちゃパーツ多いから、これで行きましょうか。これで、おお。燃料タンクの小をくっつけて、あ、ぴったりだ。これくっつけて、エンジン。あ、これエンジンですね。これつけてみましょうか。これをつけて、できた。これでいけるんじゃないですかね。シンプルなロケット。これでね、発射場行ってみます。発射場1で発射。ちょっと待って。ロケットがもう自立しちゃってるけど、フライトクラスターで全ての機体の制御と情報を確認することができると。じゃあ発進。お、おお、いいね。あ、見てください。ほら、水が出てきた。すごい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 。いった。これ結構すごくない？地表から 1000m 超えました。すごい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 。スペース G いきなり宇宙行けそうだ。こんなシンプルなロケットで宇宙行けますね。これどうやって操縦するんだろうな。こう真上に上がっちゃったらあ、 G がちょっとかかりすぎちゃってるな。これあれ、まだ真上に上昇してる。すごいすごいすごい。宇宙来た宇宙来た。
地表からなんと間もなく8万メートル。すごい、宇宙来た。秒速 1.8 キロなんで、まだスピード遅いですね。地球の周りを周回してるね、人工衛星がね、だいたい秒速で 7.9 キロメートルなんで、1.6 キロかな？でも、燃料なくなっちゃったんで、どうなるんだろう。ちょっとね、時間を進めてみます。お、めちゃくちゃ行くね。やばいやばいやばい。地表から400キロ超えた。ここがね、だいたい宇宙ステーションがね、周回する高度ですね。400キロにしてはね、ちょっと高度が高く見えすぎますね。400キロって東京大阪間の距離なんで、意外にね、人工衛星って低い高度回ってるんですね。東京大阪間ぐらいの高さしか飛んでないんで、上昇してますね。じゃあちょっと加速して。あれ？加速しすぎちゃった。やばい。これどうすんの？秒速ね、2.2 キロ。やばい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 。自由落下してる。完全に弾道ミサイルですね、この軌道。巨大なロケットにしましょうか。このね、でかいな、これ。これを、ここに、もうちょっと上の方に設置して、そして燃料タンクも、超巨大なやつがいいですね。これで行きましょう。おー。燃料がさっきなくなっちゃったんで、もうちょっとくっつけときましょうか。熱分散装置。よくわかんないけど、熱分散装置つけておいて、スラスター。これで、ロケットの向きを変えると。これつけとかないと、方向をね、制御できないんで、これをつけて、じゃあエンジン、特大のやついっときます？特大。特大エンジン。固体燃料ブースター。これもいいですね。これもつけときましょうか、ここにね。固体燃料ブースター2個つけて、バランス悪いな。じゃあこれで発射行きましょうか。やばい。やばい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 。ロケットのスラスターってどこについてるんですかね。ドアにスラスターつけちゃったら大丈夫かな。これで結構バランスいいんで、もしもの時のためにパラシュートつけると。これで行きましょうか。じゃあ、発射。さあ、無事ね、直立してます。ちょっと水力徐々に上げていきます。水力8から、じゃあ発進。さあ、カウントダウン。ここにね、G のメーターがあるんで、じゃあ水力上げていく。 100%。 あれ、水力が足りてない。この巨大なロケットに対してエンジン水力が足りてないな。これでも燃料が減ってきたらロケット軽くなるんでいけるんじゃないかな。ちょっとスピード早めて、さあ時間をね、今50倍100倍速にして燃料を減らして、燃料が減ってきたところでロケットが打ち上がると。さあ、燃料が随分減ってきた。そろそろね、ロケット打ち上げだ。カウントダウンからね、40分ぐらい。ここにね、ロケットは居続けている。あ、燃料なくなっちゃった。これで行きましょうか。じゃあ発射。やばい。早く、早く。やばい。オッケー、発射しよう。やばい。やばいやばいやばい。あ、ちょっと。じゃあね、スペース G ロケット。ちょっと固体燃料ブースター2本になりましたけど、これで行きましょうか。発射。あれ？発射しない。浮いちゃってるからかな。あ、やばい。やっぱりね、シンプルイズベストってことで。よし、これで。じゃあ発射。
これはもう間違いなく行くでしょう。おお、すごいすごいすごい。出力ちょっと弱くして 25%、 100% にすると G がすごい、 G がすごい。もうどんどん加速しましょうか。いやー、これでね、いろんなロケット作って惑星とかね、恒星に出かけたいですね。おっと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 、あ、パラシュートつけ忘れちゃった。いきなり初めてだったんですけど、無事ね、宇宙に行くことができました。ということで、今日はね、カーバルスペースプログラム2発売日だったので、いきなりね、初見でロケット飛ばしてみました。この後ね、午後正午トレーニングセンターとかいろいろね、挑戦してスペース X にね、負けずにね、日本を代表するスペース G としてね、ロケットを打ち上げていきたいと思ってます。ぜひね、グッドボタン、あとコメントよろしくお願いします。またチャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日も日本ゲーム情報午後正午以上です。ありがとうございます。